皆さん、こんにちは。今日私はニューヨーク、マンハッタン島の南にあるヘリポートに来ています。そして、もうすぐお昼なので、中華街で美味しいウーロン飯を食べに行きたいと思います。このヘリコプターに乗ってですね、行くんですけど、右手に見える2本の橋があるんですけども、手前がブルックリン橋で、向こう側がマンハッタン橋と。マンハッタン橋の、たもとのあたりがちょうど高いビルが建っている、向こう側がですね、左側が中華街になっているということですので、ちょっとここから距離近いんですけど、一応ヘリコプターで行きたいというふうに思ってます。それではですね、ちょっともうリーさん乗っちゃってるんですけど、すいません、リーさんちょっと代わってもらってですね。はい、それで、私、このヘリコプターを操縦するのが大体10年ぶりぐらいなんで、ちょっと忘れてるところもあるので、一個一個確認しながら、操縦の方法をね、思い出していきたいと思います。で、手前にあるのが、これが、飛行機だとヨークというふうに言われるんですけども、ヘリコプターの場合はサイクリックというふうに言います。で、前に倒すとね、前に進むと。で、横に倒すと、こう、スライドするみたいなイメージで、横に滑ります。で、左に倒すと左に滑る。もちろんバックもできるっていうですね。で、なぜこれがサイクリックなのかっていう、その名前の由来については、ちょっと後でまた説明しますね。そして足元にあるのが、これがラダーペダルみたいになってるんですけども、アンチトルクペダルというふうに言います。この右側の足でペダルを踏むと、右に向きます。左のペダルを踏むと左に向くと。位置は変わらずに、右を向いたり左を向いたりするためのペダルになります。で、これがですね、後ろにあるちっちゃいプロペラと連動していて、そこの風の向きをね、変える形で右を向いたり左を向いたりするという代物ですね。そして、左手で操作するコレクティブっていうのがありますが、これは引き上げるとヘリコプターが浮上します。と、揚力が高くなって浮上する。で、下げると揚力が低くなるというですね、そういう調整になります。離陸するときは持ち上げて離陸して、着陸するときは下げていくというものになっています。で、この先端にですね、実はスロットルがついていて、エンジンの回転数をコントロールするものですので、プロペラの回転数をですね、調整するものになります。プロペラの回転数を上げることで浮上するのではなくて、回転数を一定のままにして、このコレクティブの調整でですね、浮上したり、あるいは下降したりっていうのを調整するっていうのがヘリコプターの特徴になっています。普通に考えると、竹とんぼみたいな感じですね。プロペラの回転数を変えることで上がったり下がったりするのというふうに思えるかもしれませんけども、実はそうじゃないということですね。はい、そしてスロットルの調整はですね、これは回転させて調整します。バイクのスロットルと同じように、このスロットルの部分を回転させると出力が上がって、右手だと向こう側に押し込むように回転するとスロットルが上がって、手前に引くように回転すると出力が下がるというものですね。はい、で、このコレクティブの連動する動きをちょっと見てみますと、ちょうど前にですね、目の前に、プロペラがあるんですけども、これはプロペラって言わないで、専門的にはブレードというらしいんですが、上げるとちょっと斜めになってますよね。そして下げると、水平方向になるというものですね。で、これは実はプロペラは私が見る方向って、右側に回っていきますので、コレクティブを上げると羽がですね、ピッチ角度が水平じゃなくてちょっと角度がつく形になり、それで、下に風を送ってですね、扇風機のように、風を送ることで、それで、浮上するというものになっています。はい、で、このコレクティブの動きはですね、ぜひ皆さん実際やるときに、どんな感じで動くかっていうのを、ある程度こう感覚をつかんでおかないと結構操縦が厄介になります。で、実はこのコレクティブなんですけども、左手のタッチコントローラーで掴んだ後に左にずらすとですね、上がっていきます。で、右にずらすと下がっていくという、ちょっとこう変則的な動作もしてしまいますので、このまま垂直に上げたり下げたりすることで調整しないと、ちょっとなんかおっとするとですね、いきなりコレクティブ上がったり、おっとすると下がったりしますね。ここは注意が必要ですね。はい、ということで、だいたい今1、2、3、4個ですね。これがサイクリック。そして重要なのはこのコレクティブですね。あとちょっと付随的なものとして、アンチトルクペダル。
そして、スロットルという4つの、まあ、機能を操作しながら、コントロールするというのがヘリコプターです。でこの仕組みがですね、実は分かっていないとっていうか、まあ、知っていることである程度イメージしやすくなるので、ちょっとそこを説明しますね。まずですね、このコレクティブがどこを動かしているかというと、ちょっと、後ろの方を見てみると、ここにですね、まあ、プロペラのシャフトがあって、で、ブレードがつながっているんですけども、上の方にスティックというか、シャフトがついているのが分かると思います。赤と黄色と、まあ、向こう側に緑の、シャフトがあるんですけども、この3本のシャフトが、このブレードをコントロールしています。で、それと、今、動かしたこのコレクティブが、連動しているということですね。で、これをまず引き上げてみると、今上がっている状態ですよね。なんですよ。上がってなかった。これを引き上げると、はい、今これがマックス上がっている状態ですね。で、羽がすべて、下に風が行くように斜めになっているのが分かれています。で、これを下げると、はい、こんな形で、全体が下がるということですね。で、この力の元になっているのが、ここにあるシャフトで押し上げていて、ここに、カムみたいなのがあるんですけども、これがグッと上がるのが分かると思います。じゃあ実際上げてみますけども、はい、これが上がった状態ですね。全体が上がっている形になります。で、これを下げると、よいしょと。っていう形で下がるわけですね。はい、これがコレクティブの動作になります。で、サイクリックというのは、まあ、後でちょっと説明するんですけども、これぐるぐる回すと、ここにですね、総集プレートっていうのがあるんですけども、平面に対する角度が変わるようになっています。で、変わることで、前後の浮揚力ですね、プロペラの浮揚力を変える仕組みになっています。で、その辺の説明がちょっと難しいので、外に出てですね、説明したいと思いますね。はい、アリーさん、また会いましたね。ですね、はい、今、このプロペラをですね、の根元の部分なんですけども、ブレードがずっとこう3枚にわたってあります。この羽がですね、ここに回転軸を持っていますので、回転するような形になっています。で、ここがさっき言ったスウォッシュプレートなんですけれども、このスウォッシュプレートは、ここにちょっと隙間みたいのがありますけれども、この隙間の分、上がったり下がったりするようになってるんです。当然、プロペラとこのスウォッシュプレートは同時に回る。ここにあるクランクみたいなところを介して回るようになっています。で、下にあるスウォッシュプレート、下にもこのスウォッシュプレートってあるんですけども、で、実はこのスウォッシュプレートの下にあるプレートっていうのは、軸に対する、まあ、垂線っていうかですね、軸に対して当然その垂直に面してるんですけども、これがですね、サイクリックを動かすことで、この角度が変わるようになってます。この2本のロッドで変わるのかな。とにかくこう2本のロッドで、調整したり、ここにも1本ロッドがあるので、これでその、全ての軸に対する装置プレートの角度を変えることができるというふうになってますね。一回、コレクティブを下げてみますね、今度。下げると、こんな形で今下がった状態になっているんですけども、実はこの下にある装飾プレートの角度が変わるとどうなるかというと、ちょっと実際このモデルではですね、サイクリックを動かしてもこの下の装飾プレートの角度は変わらないんですけども、本来はこの下の装飾プレートの角度が変わって、同じ軸上でですね、上の装飾プレートの角度も変わります。例えばこちらから見た時に、右側のですね、角度がこの下になってですね、後ろの角度が上になると、このロッドは後ろに行くときに上がるので、前に行くときにはロッドが下がるので、後ろに行ったブレードはですね、ピッチが変わる、まあ角度が変わる形になります。で、前に行ったブレードは今度はピッチがですね、緩くなる。だから後ろの揚力が上がって前の揚力が下がる形で、サイクリックにですね、ブレードの各ピッチの角度が変わるということで、サイクリックレバーというふうに
ってます。で、コレクティブっていうのは要するに一斉にという意味なんで、このブレードのピッチの角度を一斉に変えるわけですね。全部一体で持ち上げて一斉に変わることで、垂直方向の揚力を得られます。サイクリックはそのプロペラの回る位置によって、サイクルによってブレードの角度を変えるんで、まあ、サイクリックレバー、サイクリックバーとかっていうふうに言ってるということですね。で、この操縦プレートの構造なんですけども、ここにちょっと丸い膨らみがあるのが分かると思います。この丸い膨らみで、この角度が変わっても、きしむことなく、ぶつかることなく、上のプレートは回りながら下のプレートは固定した状態で、角度だけを変えることができるようになっていると。で、もしもですね、本当にこの構造を知りたければ、ちょっと今説明では分からない部分もあると思いますので、Amazon で操縦プレートっていうふうに検索すると、ラジコンのヘリコプター用の操縦プレートが売ってますので、まあ何だったらそれを買ってですね、見てみるとどういう構造になっているかっていうのが分かると思います。はい、ということで、今ですね、このヘリコプターの中を見ていたんですけども、ちょっと下に降りてみると、ここはこう外から見るとその操縦席の後ろなんですけども、ここに扉があって中が荷物が置けるようになっているということですね。電気系統の本電さんかなんかかもしれないですね。こちら側に、軸があって、まあ動力があって、その向こう側にここにバッテリーがついています。で、この左側にですね、ここが多分エンジンになってると思うんですけども、このベルトでつながれて上に動力を伝えていると。で、これは後ろの方のテールローターに動力を伝えるためのシャフトになっていると思いますね。で、ここで、横軸の回転を縦軸の回転に変換するギアがあるということですね。で、これはエンジンがここにあるんですね。で、タービンエンジンらしいです。車のエンジンと違って、ヘリコプターの場合はタービンエンジンが、用いられると。中はね、当然空洞なんですけども、そういう構造になっていますね。このヘリコプターは多分一般的な、ヘリコプターなんで、他のヘリコプターも同じような形になっていると思います。で、後ろの、テールローターなんですけれども、原理的には同じですね。メインローターっていうか、その前の主なプロペラと同じように、このブレードの角度を変えることで風の向きをですね、手前にしたり向こう側に押し出したりっていうのを変えることができます。水泳をやってる方は分かると思うんですけども、立ち泳ぎする時とかですね、手のひらを返しながら、下に、水の圧力をかけることで浮くことができると。それと同じ原理で、このプロペラが回転しながら風の当たる向きに対して角度を持たせると、風が跳ね返る方向に風が生まれるというふうな原理ですね。で、ここがさっき言ったアンチトルクペダルと連動してブレードの動きが変わると。右側のアンチトルクペダルを踏むと右側に風が出るようにして、左のアンチトルクペダルを踏むと左に風が出るようになると。ただ、ヘリコプター自体はそのメインローターが回ることで本体の方にですね、逆回転の力が加わるので、その逆回転の力に対して対抗する形で、通常この場合だとプロペラは下から見ると反時計回りに回るので、本体は下から見ると時計回りに回るので、安定して飛ぶためにですね、まず右側に風を吹き出すと。で、その機体が回る方向に対抗する形で風を出すので、アンチトルクというふうに言ってるわけですね。で、そのアンチトルクをコントロールするんで、アンチトルクペダルというふうな意味になります。それではですね、だいたい今ので、なんとなく分かった気になりましたんで、ちょっとリーさん、ちょっと避けてもらってですね、そろそろお昼になりそうなんで、ルーローハンが美味しい店に、中華街の方に向かいたいと思うんですけども、エンジンをかけないといけないので、まずエンジンをかけますね。で、上の方に、まずマグネットっていうのがあって、そしてエンジンプラズマっていうのがあります。これね、もしかしたらこっちだけでいいのかもしれない。バッテリーを切ってオンにすれば、そのまま動き出すのかもしれないですね。そして、エンジンをスタートさせるには、スターター
を使うんですけども、そのスターターっていうのが実はですね、非常に分かりにくいんですけども、このスロットルの影にあります。で、ここの筒の中にこのちっちゃいねボタンがスターターです。で、もう一個レバーがあるんですけども、スイッチがあるんですけども、これがガバナーっていうもので、このガバナーをオンにしていくと、スロットルの調整がですね、コレクティブの調整に合わせてコントロールされるようです。はい。で、スタートするときは多分オフにした方がいいと思うんです。オフにしたんですけども、ここで、スタートスイッチを押すと回り出しますね。で、運行中はガバナの、機能をオンにしたいんで、もうあらかじめ最初からこれをオンにしておきますね。はい。そして、ここにタコメーターがあります。タコメーターが緑のところに来たら浮上できるという形になってますね。あ、今、ローっていうところから、こう緑のランプがついたんで、これで浮上できます。浮上するには、こちらのサイクリックは触らない方がいいです。触らずに、コレクティブだけを上げていって、そうすると垂直に上がってきますんで、で、ある程度登った後にですね、こちらの、サイクリックで調整すると。はい。で、サイクリックの動きを一回見てみますね。これを握って前に倒すと、電車が前に倒れて、前に進むんですね。このまま横に倒すと、横にスライドするようなイメージで、横に移動することができます。右、左一緒ですね。はい。もちろんバックもできるんですけど、バックはね、非常にやりにくいっていうか、ちょっと位置関係が分かりにくいんで、あんまり使うことはないかもしれません。手を離すと、静止した状態になります。垂直方向の動きはこの、コレクティブじゃないとコントロールできていないんで、一定の高さに静止するのであればこれを下げていってですね、で、視覚的にちょっと分かりにくいんで、実際静止しているのかどうか、上がっているのか下がっているのか確認するためには、ここにある程度高度計があるんですけども、その下にこれが、垂直スピードになると思います。で、ここが0になると垂直方向にも静止しているという状態になるということですね。で、この状態でアンチトルクペダルの右を踏むと右に向く。はい。そして左を踏むと左を向く。で、これともともとこの機体はプロペラの回るトルクに対して回転に対して逆回転の作用を受けるので、左には回転しやすいみたいですね。で、右はちょっと回転しにくいみたいな感じです。本当にそうなのかどうかは分かりませんけど、なんかの不具合なのかもしれないですけど、まあそういうことです。で、アンチトルクペダルの操作は右手のタッチコントローラーのサムスティックで行います。ということで、今ちょうど静止したイメージになってるんですけども、早速もうお昼になったんで、ルーローハンを食べにね、中華街に行きたいと思います。